お待たせいたしました。ただいまより差別主義者、排外主義者によるデモに抗議する第2回国会集会を始めます。開会のご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。参議院議員の有田芳生です。連休明けにもかかわらず、前回もそうでしたけれども、平日のこの時間に、京都等々全国からおいでくださいましてありがとうございます。皆さんも承知のように、前回この集会は3月14日に開催させていただきました。それからもう2ヶ月が経過をいたしました。在特会などによる排外主義、差別主義のデモというのは、勢力を少しは衰えつつあるような感じもいたしますけれども、まだ全国で続いております。で、私は前回も新大久保のデモを行きました。で、彼らの報道をいろいろ見ておりますと、出発点で殺すとか、そういうとんでもない発言をするプラカードはチェックをしておりましたけれども、実際にデモが始まれば同じようなことの繰り返し、最後にはホロコーストをやるぞというような発言にまで至っております。で、そういう状況の下で、国会でも、実は今日私は朝10時から法務委員会で谷垣大臣に対して、あるいは警察庁の警備局長などに対して、ヘイトスピーチ、憎悪表現についてどう思っているのか、そういう質問をする予定でおりました。で、委員長がですね、参考人の人々の名前を挙げてですね、警察庁、警備局長等々を言っていたところで、次に委員長とこう手を挙げて質問に行くところで、実は与党の議員の方が少なくてですね、残念ながら法務委員会が、珍しいことですけれども、暫時休憩、結局流れてしまいました。しかし私は法務委員会で今日質問はできず、近々また改めて質問することになりますが、今この時間にも行われております予算委員会で、民主党の鈴木寛議員が安倍首相に対して質問しました。オリンピック、その問題についてこういう発言をしました。鈴木寛、今年になってからヘイトスピーチが増えている、オリンピック憲章ではということで、その第6条で、人種、宗教、政治、性別、その他の理由に基づく国や個人に対する差別はいかなる形であれ、オリンピックムーブメントは相容れないと、一部の方々によるヘイトスピーチが横行し、それを容認しているかのような国であるという誤ったメッセージが海外に広まるのは残念であると、鈴木議員がこう質問したところ、安倍首相から、日本というのは排他的な国民ではなくて、どんな時でも礼儀正しかったと、寛容の精神でいかなければならないと考えてきたと思います。そういう中で一部の国や民族を排除しようという言動があるのは極めて残念と、そういう発言を行いまして、さらに鈴木議員が、かなり長い質問なんですが、総理のフェイスブックでこのヘイトスピーチ的な書き込みが増えております。表現の自由を重んじておりますけれども、ヘイトスピーチ規制に踏み込むことには慎重な立場なんだけれども、だからこそ自然とこうした動きが収束していってほしいと願いますというようなこう下りでですね、安倍さんがですね、いろいろ自分のフェイスブックにはいろんな人がいろんなことを書いて、私に対しての悪口もあるというようなことを書きつつ、最後にですね、他国の人々を誹謗中傷することによって、まるで我々が優れているという認識を持つのは全く間違っているわけで、結果として我々自体を恥ずかしめているということにもなるわけです。私からそういう意味においても、お互いにそういう考え方を持つべきだということ、エスカレーションを止めるべきだろうと思いますと、そういう答弁を鈴木議員が引き出しました。で、もちろん全国今日お越しの方々も含めた差別排外主義を許さないと、そういう世論の高まりに基づいて、安倍首相もこういう発言をせざるを得ないということだと私は考えております。で、これからも新大久保、鶴橋などで商店街の方々、そして商店街でお仕事をされている日本人の商店主の方々も、今ではこの問題にどう対処しようかということも内々に検討されているというふうに聞いております。そして新大久保で言えば、新宿区議会の社民党の議員の方、あるいは共産党の議員の方が議会で質問をされて、新宿区の方としてもこういう問題に
については、まあ、きっちりと対処をしていかなければいけないという答弁を行っております。まだまだ長い問題の戦いとなるでしょうけれども、いろんな立場、イデオロギーを超えてこういう差別主義、排外主義を一刻も早く日本からなくすために、私たちも国会の立場から頑張っていこうと考えております。で、今から実はこの在特会などの問題について、TBS が先日ニュースで報道してくださいました。ここで放映することは了承を取っておりますので、今から6分ほどですけれども、それを今ここにスクリーン降りてきますので、それをご覧になっていただいて、で今日のメインテーマである4人の方々に来ていただいておりますので、安田さん、諸岡さん、魚住さん、そして宇都宮さんと順次ご発言を願いたいと思います。じゃあ映像の方ちょっとお願いいたします。このように過激な言葉で中国人や韓国人の排斥を訴えるデモが各地で行われています。こうしたデモはヘイトスピーチ、憎悪の表現と呼ばれ、海外では法律で規制する国もあり、日本でも法規制をすべきだという声が出始めています。現場を取材し、当事者の反論も聞きました。今月21日の日曜日、韓流スターのグッズショップや韓国料理店が並ぶ東京新大久保に警備の車両がずらりと並びました。始まったのは排外的な主張を掲げたデモ。ネット上の呼びかけなどに集まったというおよそ200人が行進し、その言葉は激しさを増していきます。それはほとんどの国で該当すると思います。
しかし、デモへの法規制は憲法が保障する言論、表現の自由に抵触する可能性もあります。表現の自由というのは最大限守られるべきである。特にその表現の内容に基づいて規制をするということは絶対に許されないというふうに考えられてきています。表現の自由がきちんと確保できていないと、きちんとした民主主義の国家としては不十分である。デモに参加している2つの団体は法規制を求める声にこう反論します。きちんと伝えなきゃいけないことをまずメインにっていうデモしかやってません。国民のね、生命財産を守りたいっていう一般の国民の人がほとんどです。やれるもんだったらどんどんやればいい。ただし、まあ無理でしょ。今の日本でその気に食わなければデモを止めることができる言論をこれ封殺していいんだっていうのが日本国民に受け入れられると私にはとても思えない。帰れと激しく叫ぶのはデモに反対する人たちです。こうした反対するグループとの衝突もたびたび起きるようになりました。過激なデモの表現に対し私たちの社会はどのように対応すべきかが問われています。私はこれは言葉による暴力だと思うんですね。ぶち殺せとか皆殺しにしろっていう言葉をですね、表現の自由として議論すること自体に疑問を感じます。国家による法規制を議論する前に、こうした行動とか発言をですね、日本国民として受け入れられるのかどうかをまず考えるべきだと私は思います。本当にそうですね。ニュースをお伝えしました。じゃあそれではこれからメインのスピーカー4人の方にお話を願います。最初に皆さんご承知のご存知安田光一さん、ネット大国で、在特会などの動きを最も早くから取材をされてきた方です。じゃあ安田さん15分程度でお願いいたします。よろしくお願いいたします。これだけ多くの人が集まってくるとなんかとても心強い思いがいたします。ヘイトスピーチを許さない、あるいは排外主義を許さない、そうした思いが共有されていくことに私はやっぱり、皆さんの強い思いを感じているわけであります。これまで在特会あるいは在特会に連なる人々を、数多く取材してきました。一体どんな権利を守ろうとしているのか、あるいは一体どんな権利を獲得するために運動しているのか、これまで何度も私は彼ら彼女らに問いかけてきたわけです。けれども明確な回答が返ってきたことはほとんどありませんでした。これ当然なんです。在特会があるいはその類似団体が今日まで繰り返してきたのは権利獲得の運動ではないからです。人間が生きるための、生き抜くための、あるいは生き続けるための運動活動ではないから、明確な目標もないし、そして何を獲得したいのか一切答えが出るわけないんですね。在特会もその仲間たちの耳を塞ぎたくなるような絶叫の先に映し出されるのは、それは他者の存在を認めない、実に荒涼とした風景に他なりません。つまり目的が権利獲得にあるのではなく、他者が有しているあるいは有していると思われる、あるいは有していると勝手に決めつけた権利を自分たちの地平にまで引きずり下ろすこと、それ自体が彼ら彼女らの今運動の目的となってしまっている。私はそこを非常に恐ろしく思います。今月新大久保で行われたデモにおいては、日本人差別を許さないというテーマが掲げられました。このデモを告知するサイトに、添付されていたチラシというのが私の手元にありますけれども、ここではこうした文言が使われているんですね。彼らはここでは在日コリアンです。在日コリアンは単に日本人の税金で遊んで暮らせる特権階級の地位を失いたくないだけです。そして今やマスコミの株を買い内部に入り込み、非課人多数を含む民主党を与党にし、これは民主党与党時代に作られた時なんでしょうけども、選挙権を狙うどころか日本人言論弾圧法案まで可決しようとしています。今一人でも多くの日本人が真実を知り行動しなければ、日本人そして子供たちは永遠に奴隷にされるでしょう。
で、このビラの中には様々な在日特権と称されるものが記されているわけです。ここで書かれている在日特権は何か。在日コリアンは働かずに年600万円もらって遊んで暮らせる、税金を納めなくても構わない、医療、水道無料、住宅費全額支給、さまざまな試験も免除。妄想と神話に過ぎないわけですよ。この妄想と神話に彩られた文言に僕は脱力するしかないのだけども、それが辺境のナショナリズムと結びつき、ある種の熱狂を生み出していることはまた事実なわけです。やはり僕はそこに憤りと恐怖を感じないわけにいかないわけですね。彼らは、彼女らはその歪んだ情熱をネットで、そして路上で打ち回っているわけです。朝鮮人を殺せ、叩き出せ、首を吊れ、朝鮮人はレイプしても構わない、こんなのは正当な政治的建設があるわけないじゃないですか。認められるわけないわけです。あるいは右翼とか保守とか、そういった思想的文脈で語るわけにもいかないと私は思っています。彼らが口にする在日特権とは、あるいは差別的な罵詈雑言というのは、自分たちの敵だと認定したものに対し攻撃し解体するための道具として用いられているにすぎません。足場を持たない運動だからこそ、その醜い言葉をぶちまけるしか、あるいはそれを持って街を練り歩くしか、運動は成立しないわけです。しかしそんな彼らも彼女らも今少しずつ追い詰められているのを僕は感じています。今ご覧になったようにありましたように、デモをするために多くの抗議者が沿道に詰めかけます。カウンター行動が行われます。多くの人が彼らに帰る、彼らの差別を許さないと口に出して、彼らに向かって叫び続けているわけです。4月26日、在特会は日弁連に対して人権救済を申し立てました。デモに際し、人種差別、レイシストと決めつけられることが人権侵害に当たるというのが彼らの主張です。僕はね、泥棒が押し入った先でたまたまやらせた家人に対して不逮捕罪だと訴えるようなものだと僕は思ってるわけですけども、それでも申し立てる権利っていうのはやっぱ誰でも持ってるわけですね。誰でも書いてるわけです。そして人権を主張する権利もあります。どうかこれを機会に、僕在特会は権利とは何か、人権とは何か、人権とは誰を守るものなのか、誰から誰を守るものなのか、その意味を考えてくれればなと淡い期待も若干持っています。一方で在特会を生み出す社会の在り方にもやっぱり考えを深めなきゃならないと思います。差別は、排外主義は在特会だけが抱えているものではないと思うんです。例えば東京都町田市の教育委員会が朝鮮学校に通う児童に対して防犯ブザーを配布しないということを表明する事件がありました。その不条理に対して僕は激しい憤りを感じたし、許せないと思うように強かったんだけども、この在特会に呼応したかのような、いわば上と下で相互補完されたような日本社会の気分、あるいは空気みたいなものにもやはり強い危機感というものを持っています。先日私朝日新聞のですね、阪神支局を訪ねました。ちょうど26年前にこの時期ですね、憲法記念日の日だったんですけども、記者2人を殺傷されたいわゆる赤包帯事件というのがあったわけです。その朝日の阪神支局にこれ資料室があるわけですけども、そこにはさまざまな資料、あるいは、犯行グループの遺留品など、いわゆる物が展示されているわけです。で、その展示品の中の一つにですね、赤包帯を名乗る犯行グループが共同自治両者に送りつけた脅迫状がそのまま残っていました。まあ、私も新聞や本で読んでその内容をしてたつもりであったんですけども、改めてそれを目にすることで、まあ、軽い筋肉がなんか加わるような感じを受けたわけですね。そこにはどんな文言が記されたのか。内外の反日分子を一掃せよ、日本を否定する者を許さない、反日を育成してきたマスコミには厳罰を加えなければならない、そう書かれたわけです。まあ、採決の経過とともに色あせている言葉というのは多いんだけれども、少なくともこの赤包帯が残した犯行声明文の言葉は少しも色あせていない。というか、それは今この瞬間ネットで流通している言葉、そして路上で叫ばれている言葉に他ならないわけです。で、この言葉で、はマイノリティに向けられ、そして時に僕らにも向けられる。
集落で目を背けたくなるような、あるいは耳を塞ぎたくなるようなその言葉ではあるけれども、今なお生き続けていることに私はやはり軽い衝撃を受けざるを得ませんでした。愛国に寄り添って、で敵の像をかきたて、腕をぶんぶん振り回し、朝鮮人殺せと絶叫する以外に自分の存在を確認することができない人たちだと私は思っています。今僕の目の前を憎悪と偏見で武装した対立が通り過ぎようとしています。愛国という言葉に寄り添い、殺せ、叩き出せ、そうした憎悪をぶちまけながら、その対立がゆっくり通り過ぎようとしているわけです。その時僕らにできることは何か、無視すればいいのか、あるいは通り過ぎるのをじっと待っていればいいのか。ついこの間、あるシンポジウムで同席させていただいた東京都知事はこういうふうに言いました。たかは100人、200人のデモじゃない、彼らは仕事すればいい、運動すればいい、体鍛えればいい、勉強すればいい、それだけのことだと言い放ったわけです。下げ済むだけで何もしなくてよいのかという思いが僕の中にあります。今できることを僕は考えたいと思っています。彼ら彼女らに届くべき言葉は何かということも考えてみたいと思っています。考えること、行動することを放棄したくはない。それは僕の中にその対立とはまた違った光景が、風景が浮かんでくるからなんですね。それに傷ついている人の風景です。その言葉に苦しみ泣いている人たちが現実に存在するということ、これは絶対僕は無視できないと思います。今できることは何か、僕にできることは何か、そしてここに集まった人々にできることは何か、政治の世界でできることは何か、これから一緒に考えていく機会が増えればいいと願っています。被害者がいるから、そして抗弁できない、自分の努力が変更不可能な属性に対してあらゆる攻撃が加えられているから、あらゆる否定的価値を含んだ言葉が投げつけられているから、この現状を黙って見過ごすわけにいかないという思いを今日は改めて強くしています。ありがとうございました。大丈夫ですか。じゃあ、次に大野さん大丈夫かな。ちょっと理事会があるんで、民主党の大野元裕議員、外交問題が専門ですけれども、一言、諸岡さん、ちょっとお待ちください。すみません、申し訳ない。ご紹介いただきました参議院の大野でございます。私はこの事件を最初から、この件最初から有田さんが非常に、一生懸命取り組んでおられるのを横で見ていて、何を感じていたかというと、実は私、海外の居住がとても長い人間であります。その中で海外においてどういうその、価値観というか、差別的な発言をすることそのもの、あるいはそれを表明すること、これは実は文明人としてのやはり基準としてから外れているという見方をヨーロッパやアメリカ世界ではされることが極めて多いと私は理解しています。したがって差別するという気持ちを持つなとまで言いません。しかしながらそれ以上にこれを表現すること、しかもそれが海外に発信されてしまうことは、僕は日本人にとってその存在意義を逆に問われている気が強くしています。その意味ではやはり我々が社会の中で包摂されているということ、共に生きているということ、そして国際社会の中で共にあるということをもう一度考えるという意味からは、僕はこの事件は決して放置しておくべき問題ではなく、しっかりと日本人がどの立場にいて自分たちがどういう在り方にならなければいけないのかということを考えるべき問題だと強く考えて今日は出席をさせていただきました。すいません、外国防衛の理事会があるんですが、これで失礼をさせていただきますが、いずれにしてもこういった集会がしなくて済むようなことになることを心から記念をいたします。今日はよろしくお願いいたします。じゃあ、次諸岡さんに発言していただきます。アメリカ、イギリスなどでもヘイトスピーチについて調査をされたこの分野の第一人者です。今のご紹介が可分なんですけれども、今日は資料をお配りしたので、その資料を見ながら聞いていただきたいと思います。まずヘイトスピーチにつきましては、広く一般的に差別的表現ということもあるんですけれども、今日お話しする
は、新大久保などで行われているその意図的な、差別や憎悪の扇動ということで、限定してお話ししたいと思います。で、一番問題になっているのは、まあ、先ほどの TBS にも出てきましたけれども、その表現の自由として保護するべきなのかどうかと、ヘイトスピーチを法的に規制するべきなのかどうかということなんですけれども、これはその国際人権基準に照らして考えれば、その表現の自由であっても他の自由と同じように他の人の人権を侵害してまでは保障されないと、これは一般的には当然のことなんですが、なぜか日本ではその表現の自由というと何でも、ありというふうに受け取られがちなところが、まあ、問題ではないかと思います。で、国際人権基準の立場でいうと無制約ではないと、義務や、責任を伴い他の人の人権を侵害してはいけないということであって、でそれを侵害するようなヘイトスピーチというのは違法もしくは犯罪として規制するべきだというのが基本的な考え方です。で、ちょっと資料を見ていただくと、まず自由権規約、1ページの A の自由権規約は、20条のところを見ていただくと、これは日本も加盟していますけれども、差別的または暴力の扇動となる国民的、種族的または宗教的憎悪の衝動は、法律で禁止すると。これは日本も入ってますので、この義務を負っているわけです。ところが日本はこれを具体化していないという問題があります。それから、次に B の人種差別撤廃条約を見ていただきますと、これにも日本は入っていますけれども、まず2条のところで一般的に、あらゆる形態の人種差別を撤廃し、人種差別を批判し、撤廃しなければならないという義務を持っています。それから2条の特別法として、特にそのあらゆる形態の人種差別の中で、ここに4条に書かれていることについては、犯罪もしくは、違法としなければならないという義務を課されているんですが、それは、本件に関係して言えば、その丸2のところですね、人種的憎悪差別を正当化したり、助長しようとするあらゆる宣伝や団体を非難し、このようなあらゆる扇動行為の根絶を目的とする迅速な、積極的な処置を取ることを約束する。これ、こういうふうに日本も約束しているわけです。ところが、ご承知の通り、全くそのような措置を取っていないというのがまた問題です。で、それから次のページに行っていただくと、そのような、今のが4条の本文なんですが、本文に、続いて、特に次のことを行うとありまして、A、B、C とありますけれども、A、B、C の中の A、B は日本が、留保しています。で、その AB というのは何かと言いますと、ここでは、人種差別の扇動、などは法律で処罰する犯罪、もしくは、違法であることを宣言すると。で、これで一般的にはその犯罪とするべきだというふうに、まあ、解釈されています。それから D のところはそういう団体を、団体規制を犯罪とするべきだというふうに規定しています。これについては擁護しているということでありますけれども、それからもう一つ、国際的な基準ということで言いますと、 C のところでジェノサイド条約というのがあります。これは集団殺害の防止及び処罰に関する条約で、これは日本は入ってませんけれども、国連加盟国192カ国のうちの142カ国が入っているもので、これはその国連成立とほぼ同時にできた条約で、そこの中身第3条を見ていただくと、集団殺害だけではなくて集団殺害を犯すことの直接かつ公然の教唆というのはその犯罪として処罰するというふうになっています。で、このような国際人権基準というのに照らして見ますと、今行われている特にその鶴橋大虐殺とか、その皆殺しとか、首吊れとか、そういう発言は当然、これらの情報に引っかかってきて、その違法もしくは犯罪として規定しなければいけないということになるわけです。で、それがなぜかっていうことなんですけども、このヘイトスピーチというのは、まず、基本的にその差別そのものであって、差別であり、またそれは
は先ほどもちょっとテレビでも出てきましたけど、言葉による暴力で単なる表現だけではなくて、相手を傷つけて、相手をその無価値化して、人間以外に貶めて、相手を黙らせて、社会から排除する、そういう暴力であるし、迫害であるし、弾圧であるし、攻撃なわけです。で、このようなものを許してはいけないというのが国際的な認識ですし、でこのようなことに、がやられることによって、特に標的となっているその民族的なマイノリティは、人格権が傷つけられますし、平等に生きる権利や平穏に生きる権利という基本的な人権が傷つけられるわけですね。それによって実際に自ら命を絶つ人もいますし、その精神を傷つけられたりとか、肉体の変調をきたしたりとか、取り返しのつかない実害が実際に生じています。でそのようなこともその国際的なその共通の認識になっていて、まずこの点で許してはいけないと。先ほど言いましたけど、表現の自由といっても他人の人権を侵害することは許されない。それからもう一つ、このヘイトスピーチでの害悪として重要なことというのは、その個人に恐ろしい害をもたらすだけではなくて、社会をも破壊するものだということですね。でこのようなヘイトスピーチが蔓延して認められてしまえば、その憎悪というのがどんどん拡大していき、差別が拡大し、で実際 の, そのマイノリティに対する暴力、さらにはジェノサイド、もっと言うとその戦争にまでつながっていくようなものなわけです。でそれはその社会を自体を破壊させますし、まあ、平等に、仲良く生きて、いろんな民族や国籍者が生きていこうという社会を作ることに逆行しますし、そしてまたマイノリティを黙らせることによって、その民主主義社会自体を破壊すると、そういうものなわけです。でその2つの点から、ヘイトスピーチというのは許してはいけないというのが国際的な認識で、それは当然にその第二次世界大戦におけるそのナチスによるヘイトスピーチと、それに引き続くジェノサイドに対する反省というのが基礎になっています。でただこれはそのナチス の, やったことというだけではなくて、日本でも同様に、関東大震災の前 の, そのヘイトスピーチ、そして関東大震災における朝鮮人や中国人に対する虐殺、それから、侵略戦争へつながっていた歴史への反省というのが本来日本であるべきなんですが、それがなされていないということが、まあ、現在 の, その法的不備につながっているというふうに思います。で国際的にはしかしそのようなそのヘイトスピーチの危険性と害悪ということが共通の認識になった上になっているので、このように厳しく罰せられているわけです。でほとんどの国で、ヘイトスピーチもしくはヘイトクライムを規制する法律があります。で、具体的にちょっとご紹介したいのは、資料の4ページですね。例えば4ページのところを見ていただくと、欧州人権基準というものがあります。これは、特にその、まあ、A と B と似たような内容なんですけれども、欧州評議会と欧州連合、特に、まあ、欧州連合の方を見ていただく、B の欧州連合の方を見ていただくと、刑事法による人種主義と外国人嫌悪の、あらゆるですね、すみません、あらゆる形態と表現と戦う、評議会枠組み決定というのがありまして、で意図的にあるグループの人々もしくは人種皮膚の色、などなどに、より規定されるグループのメンバーもしくはグループに対する暴力や憎悪を公然と扇動することにつき、各締約国は刑事罰をもって規制しなければならないというふうに規定されています。でこれに従ってその欧州連合に入っている国は、当然に、このようなその悪質なヘイトスピーチが刑事罰で規定、禁止していますし、また欧州連合に入ろうとする国、例えばトルコのような国というのは、入るためにこのような法的な整備をするわけですね。それからもう一つその下のところにはカナダの例がありますけれども、カナダでも例えば刑法の319条というのを見ていただくと、具体的には、その扇動が
平和の破壊をもたらす可能性が高い状況において、ちょっと省略しますと、党を先導することを禁ずとあります。でそれで、ちょっと注目していただきたいのは、そのただし、免責事由というのがあります。その3のところですね。免責事由、伝達された意見が真実であることを証明した場合、それから C のところですかね。C、公共の利益に関する題材に関連した意見で公共の利益に役立つ議論であり、発言者がそれを真実であると信じるに足りる合理的な理由があった場合、などの免責事由というのが挙げられているということもちょっと注目していただきたいと思います。つまりその欧州やカナダなど世界のほとんどの国にこのような規定があるんですけれども、例えばカナダの規定で見るように、やはりその表現の自由の一部ではあるわけです。ただ表現の自由の乱用ですし、表現の自由のデフォーされるべきものを超えちゃってますから規制はしてるんですけれども、どのようにバランスを取るかというのは、例えばカナダで見るようにこういう場合にはその当たらないというようなこうバランスを取るというのは、どの国もやはりいろいろ工夫しているわけですね。まあ、それもちょっとご紹介したいと思います。でところが、日本の場合なんですけれども、日本は先ほどその一番そのヘイトスピーチ規制で基本となっている条約っていうのは、その人種差別撤廃条約なんですけれども、その4条のその A、B というのを留保しているというのは先ほどご紹介しました。でただその加盟国の中の加盟国が現時点で175あるんですけれども、この A、B、4条の関連で留保している、もしくはその解釈宣言というのをしている、その表現の自由との関係でしている国自体は20カ国しかありません。でその20カ国の中でもほとんどの国はその直接ヘイトスピーチ規制法じゃなくないにしても、その差別を禁止する法律、まあ、例えば労働や教育、その入居制限などの入居などの場合における一般的な差別禁止も持っているとか、あとはヘイトクライムですね、例えばアメリカのようにその暴力的なものを伴う場合とか、そのある犯罪が人種差別的な理由でなされた場合に重く罰するとか、そういうものが載ってまして、日本のようにその全ての野放しというのは非常に珍しいということになります。でそれに関連して、人種差別撤廃委員会というのがあるんですが、その人種差別撤廃条約に加盟している国が、審査を受けるわけですけれども、この問題に関連して言いますと、その資料の13ページの第13パラグラフというところを見ていただくと、これは2010年に国連の人種差別撤廃委員会を日本の政府に出したものですが、まずその留保していることについて懸念するということを言っています。それから、人種的優越や嫌悪に基づく思想の留保を禁止することは意見や表現の自由と制御するものであるということを再び言って、これ前の前回も言ってるんですけども、それからその A のところではその4条の差別を禁止するための法律の欠如を是正するようにというふうに言ってます。でこのような国際的な基準というのをご紹介して、日本がそれに合致していないということを言いましたけれども、もう一つ日本の法制度で問題なのはですね、現行法を現在でもできることがあるのにやってないということを最後にしていきたいと思います。それは今のところ、例えばその13パラグラフの一番下の方の D というところを見ていただきたいんですが、憎悪的および人種差別的表明に対処する追加的な措置、とりわけそれらを捜査し関係者を処罰する取り組みを促進することを含めて、関連する憲法、民法、刑法の規定を効果的に実施することを確保すること、これはだから現行法でできることもやってないということを指摘している、わけですね。それから、具体
的な、先ほどの、資料の B の人種差別撤廃条約 の、 その規定の方に戻っていただきたいんですが、例えば、まずその4条の本文のところ、4条の本文のところでも、まあ、日本は留保をしてないんですけども、ここでも人種差別、人種的憎悪差別を正当化したり、助長しようとするあらゆる宣伝団体や、宣伝や団体を非難して、このようなものに対して迅速で積極的な措置を取ることを約束しているわけです。ですから、日本の国はすでに、直接的な禁止規定を設けるということも、勧告はされているんですけれども、それがなくっても、実際上その何らかの措置を取ることっていうのを約束しているのに、これはやってないということですね。でそれから、その2条、上の2条のところの、の D というのも見てほしいんですけれども、D は、いかなる個人や集団組織による人種差別も禁止し終了させるというふうにあります。でこれも日本は別に留保してないんですね。ですので今行われているその個人や集団による人種差別というのを禁止して終了させる義務があるわけです。でところが日本はこれを放棄して、口を拭っているということになってまして、人種差別撤廃委員会に、いかに政府が、いかに日本が実施しているかということを報告書を出しているわけですけれども、これについては日本の政府の立場は、全くその具体的に今、日本でどういうことが起きているのかということは報告していません。で実際、京都 の、 事件や、水平社博物館の事件とか、いくつかその裁判になっていることについても報告をしていないということで、これは当然に私たちの方で指摘して報告して、でそれに対して日本の政府は何もやっていないということも含めて、報告をする予定です。以上で、国際的な基準から見て、そして日本がすでに批准している国際人権基準から見ても、日本の国は、やるべきことをやってないということを指摘して、で、当然にそのヘイトスピーチ規定どうするかということはいろいろ議論があるんですけれども、少なくとも、終わらせる義務はもうすでに負っているので、これを具体化することを政府や国会はすぐに取り組むべきだというふうに私は考えています。以上です。ありがとうございました。国際人権法の専門である東京造形大学の前田明先生によれば、ヨーロッパ基準で言えば在特会の主張や行動は人道に対する罪であるということとともにですね、表現の自由を守るためにも差別的排外主義的な言論というものは規制していかなければいけない、そういう明確な立場に立っておられます。そういった議論をこれから本当に一刻も早く進めていかなければいけないというふうに思います。皆様方のお手元に今日の式次第の紙があると思いますが、そこに呼びかけ議員の名前を列記しております。前回3月14日は11人でしたが、1人増えて12人となっております。さまざまな理由もありまして、こういう名前を出してくださっております。で先ほどここには出ていませんけども、大野元弘さんも名を連ねてくださいました。で今日はですね、会場に多くの議員の代理の方が来てくださっております。自民党から武井俊介衆議院議員の代理の方、それから民主党の生方幸男衆議院議員の代理の方、参議院の民主党難波昌司議員の代理の方、同じく参議院の民主党石橋道弘議員の代理の方、それから渋谷区の区会議員の芦沢和明さん、参議院の民主党小川克也議員の代理の方、同じく参議院民主党白新君議員の代理の方、衆議院民主党辻元清美議員の代理の方が来てくださっております。当初公明党の議員の代理の方も来てくださるというお話でしたので、もしご参加あればまた追ってご紹介をしたいと思います。でそれで平山議員が退席されなければいけないので、ちょっと一言だけでも。皆さん全国からご苦労様です。
私は緑の風の参議院議員平山誠と申します。私はあの議員の前回も言いましたが、田中康夫さんと新党日本というのを作りまして、田中康夫さんが、4年前に、衆議院に移られまして、その後、参議院議員として繰り上がり当選でやっております。その際に有田さんと一緒に新党日本というところでですね、一緒にあの活動させていただきました。そして私は、まあ、あの177万票という新党日本という名前で、田中康夫さんで受からした、国会議員でありまして、私 の, あのポリシーよりも私 の, あの政治の姿勢というのは、声なき声、そして小さな声を聞き、またマイノリティという言葉ではおかしいですけども、少数の方々からご相談いただければ、行政の方と会っていただいたりとかという機会を多く設けて今まで行動してまいりました。非常に残念なことで、私はあの表現というのは法で規制してはいけないことだと思っている一人であります。しかしながら、幾度の注意、そして私が今、取り組んでおります福島の方々もですね、避難されている方々が学校で、あの言葉は死ねとかっていうよりももっとひどい放射能人間と言われたりですね、うつる汚いということをですね今言われ始めています。東京電力福島の原発事故で被災に遭われた方々も、この問題とはちょっと違うとは思いますけれども、非常に汚いことまで罵られるような、また地域的な風評被害が出ております。私は一人の日本人として、また一人の政治家として、できる限り皆様と共闘し合い、このような世界がですね、このような法で縛られるようなことはない人としての生き方をですね、進めてまいりたい、なるべく進めてまいりたいと思います。また多くの国会議員が一人一人名前を挙げたりですね、有田さんにも私はちょっと先日申し上げましたが、私の事務所にも、先日の第1回の、集会の後、幾多の電話がかかってまいりまして、仕事ができる状況でもなくなりました。しかしながら、皆さんと一緒にですね、こういう世界がなくなることを望んでおります。今日はちょっとまた私も少数の会派なもんですから、また選挙イヤーを含めいろいろ人間が少ないものですから、先ほど有田さんがおっしゃったような法務委員会にですね、自由民主党の議員が出てこない、また環境委員会に委員長が外遊で環境委員会がなくなったとかということで、ちょっと今国会が揉めておりまして退席しなきゃなりませんが、心は一つでありますので、今後とも一つこういう機会がありましたら、またお声がけいただき、また共闘できればと思っています。今日は本日ちょっと失礼いたします。皆さんの正面で次にジャーナリストの魚住明さんにお話を願います。魚住問題等々、さまざまな社会問題に取り組んでいらっしゃいましたけれども、この在国会問題については週刊現代の連載コラムの中で、さらば悲しき排外主義よという非常に素晴らしい文章をお書きになりました。じゃあ大住さんの方からその取材の経過も含めて思いのこと全てを語っていただきたいと思います。大住と申します。私は来るつもりなかったんですけれども、有田さんの歓迎に乗せられまして、しかも来てみたらその前の席に座らされてて、なんで俺がこんなところにいるのかちょっとよくわからないんですけれども、とりあえず手短にお話します。私はこの間の4月の末のコリアンタウンであった玄関デモを取材したんですけれども、私が一番感じたのはむしろ玄関デモよりもそれに対するカウンターアクションというか、レイシストをしばきたいというグループが誕生してて、それからプラカ隊も誕生してて、それから知らせ隊という人たちもいて、非常にカウンターアクションがですね、素晴らしく盛り上がっていて、実際のところは玄関デモの何倍、2、3倍ぐらいの規模でですね、玄関デモを包囲してて、実際、
かなりうろたえたんじゃないかなというふうに僕は旗から見てて思いました。でこれは日本、反レイシズムの運動の中でこれほど大規模に運動が展開されたというのは多分初めてじゃないかなと思って、私はそのことにすごくこう希望を感じましたし、日本の人たちも捨てたもんじゃないなというふうに、思いました。で実はこの警官デモに対するカウンターアクションというのはその流れをずっとたどっていきますと、官邸前デモにたどり着くんだろうと僕は思ってるんです。官邸前でも私この週刊現代の 脇道を行くという連載で、取材をさせてもらったんですけれども、官邸前でも去年の夏取材をした時に一番、びっくりしたのはですね、私たちが若い時全共闘の時代はですね、機動隊に突っ込んでいくことがこう自己目的化して いる時代だったんですね。で、機動隊に突っ込んでいって、一般の人たちに迷惑をかけて、それでそのだんだん自分たちが孤立していくというパターンをですね、辿ったんですけれども、官邸前デモはですね、その反省をすごくよく踏まえてて、非暴力の直接行動をということと、それから、シングルイシューというポリシーを打ち立てて、非常に一般の人たちを取り込む運動をですね、見事に展開してたなというのが官邸前デモの印象です。で今回の玄関デモに対するカウンターアクションもですね、非常によく考えられていて、例えばですね、これは多分商店街にオーロラスクリーンがあるんですけども、そのデモ、喧嘩デモの最中にですね、そのオーラスクリーンをですね、そのプラカ隊の、ごめんなさい、芝木隊の人たちだろうと思うんですが、30万円をカンパで集めてですね、オーラスクリーンを借り切って、そのオーラスクリーンに、喧嘩デモに反対する指揮者のですね、インタビューをですね、ずっとこう流し続けるというようなこともされておられたし、なんていうんですかね、そのもちろん法規制も一つの手段としてあり得るでしょうけれども、一つの運動に、ごめんなさい、動き流れに対してですね、自分たちができることは何かということを考えて、それで、レイシストをしばきたいというグループを作ってですね、例えばその喧嘩デモの前後に、そのコリアンタウンの中をですね、実際グループで、パトロールして回って、その在国会の連中がひどいことをしてたら、その人たちその場でそういう人たちを注意し排斥し、そういうこう在日の方たちをですね、怖がらせる行為を一つ一つ具体的にそこで封じ込めていくという作業、行為をですね、やっておられる。そういう意味でとてもその考え方が前向きだし、とてもではないけど、我々が勉強等時代に考えてた機動隊へ突っ込むという話とはまるっきり違う実効性のあるですね、運動をやっていらっしゃる。それはなんていうんですかね、これ日本だけのことではなくて、実はニューヨークのウォールストリートのオキュパイの運動がありますよね。オキュパイの運動とか、それからあれ スコッティングっていうのかな、座り込む運動、例えば沖縄だと辺野古で座り込んでいく運動、それから嘉手納基地の周りをこう人間の鎖で囲む運動とか、そういう非常にこう世界的なその抵抗運動の流れをきちんと踏まえた上で、今回の喧嘩デモに対するカウンターアクションというのが行われているということは、とても素晴らしいことだなというふうに感じましたし、これからもその一つ一つそういう喧嘩デモのような動きに対してですね、若い人たちが
きをですね、広げていって、くれることをすごく期待してますし、もう私も魅力ながら参加したいなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。次に前日弁連会長の宇都宮健二さんにお話を願います。宇都宮様のご承知のように今日いらしてますが、神原弁護士たちとともに警察庁への申し入れ、あるいは人権救済申し立てを在特会などについて、なさってくださいましたので、そこら辺の経過、それからあるいはこれからのお考えなどについてはお話し願えればと思います。よろしくお願いします。弁護士の宇都宮です。私たち弁護士ですけど、やはりこういう在特会のデモを見て、ちょっと表現の自由をもう、行き過ぎてるんじゃないか、それに対して何らかの行動をやるべきではないかというようなことで、特に私は有田さんたちが3月14日ですかね、こういう集会を開いた後、有田さんに対する集中攻撃が行われているということを、聞きまして、私は、有田さんもちょっと関与されてるんですけど、オウム真理教の事件なんかでですね、当初私、たちの仲間である坂本弁護士一家が襲撃された、こういうことがありますので、こういう事件で個人がやっぱり突出して、行動するっていうことは危険性もありますので、できるだけ危険をの分散をしてですね、多くの人たちがやっぱり声を上げて、警鐘を鳴らしていくっていうことが必要ではないかというふうに感じまして、3月末に在特会のデモが予定されてたようですけど、3月の29日に私のほか12名の弁護士が、東京都の公安委員会と警視庁の警視総監宛てに申し入れをしております。でこの申し入れの内容は、先ほどは諸岡先生が指摘された通り、日本はその国際人権、人権規約とか人種差別撤廃条約に入っているんですけど、それを受けた国内法の整備がなされていませんので、ヘイトスピーチそのものは規制をして処罰はできないんですね。ただこのデモの途中で周辺の在日韓国人とか在日朝鮮人あるいは中国人に対して直接はみ出てですね、殺すとか、あるいは店先に行って韓国に帰れと、こういうような言動をしているという、こともあったということですので、これは一般的にデモで人種差別排外主義的なスローガンを叫ぶというのは規制法はないんですけど、個別の人に対してあるいは店先に行って、さっきのような人種差別排外主義的な言動をすると、その人に対する名誉毀損あるいは侮辱、場合によれば威力業務妨害罪になる。これは具体的な刑法の規制、先ほど、諸岡先生の指摘では現行法であらゆることをやるべきだという指摇が国際人権規約の関係での勧告でもなされている通りですので、現行法を使って一定の規制をやろうと思ったらやればわけですね。ただ少なくとも我々が聞いてたのは、その3月の末までの段階ではどちらかといえば比較的在特会のデモを警察が保護するような形にして、外側のカウンターアクションをやってる人たちをどちらかといえば規制すると、そういうような警察のあり方、警備のやり方をやってたと。でこれをやっぱり放置すると、具体的なですね、生命侵害の対する侵害行為が発生する、そういう危険性があるんではないかと、ヨーロッパでも、ドイツなんかでもそういう事件が発生してますよね。ネオナチの青年グループが、外国人移住者に対する放火事件が発生しておりますので、こういうことを放置してエスカレートさせると、そういう具体的な生命身体に対する侵害行為が発生する、
まあ、そういうことを感じましたので、警察に対するあの要請としては、あのその具体的なその侵害行為が発生した場合はですね、重大なあの法益の侵害行為が起こらないように、関係法規に基づき適切な行政警察活動を行いたい、こういう申し入れをあのしております。つまり現行法でもきちっとあの、在日外国人の生命身体営業と財産、こういうのもきちっと法律が守れるような、行政警察活動をしてもらいたいという申し入れを、しました。合わせてあの東京弁護士会に対して、人権救済の申し立てをあのやったということですね。まあ、その趣旨は同趣旨の、内容になっています。それから、まあ、あのその上であの記者会見をやりまして、警察に対する申し入れの趣旨、弁護士会に対する人権救済申し立ての、趣旨を、説明してあの記者会見を行っています。あの私自身もあのヘイトスピーチ規制法的なものがない中で、あまりあの表現の自由との絡みでデモの規制をですね、やっていくと、逆にあのリベラルの方のデモが規制強化されると、その危険性もあるので、こういう対応というのは慎重にやらなきゃいけないなということを、申し入れをする弁護士の間では、確認した上で、ただこれを放置するわけにはいかないということで申し入れをした次第です。それとあの先ほどあの発言者の方も言われましたけど、やはりあの今いろんな問題が、起こって憲法改正等の動きが、出てきてますけど、まあナチスが登場する、このドイツっていうの、前のドイツっていうのはワイマール共和国で一番先進的な憲法があったわけですけど、その中で合法的にナチスが政権を取って、そして排外主義的なユダヤ人に対するあの排撃運動をやったわけですけど、まあその政権を取る前からナチスはユダヤ人に対する、憎悪と攻撃によって過激なナショナリズムを扇動した、そういうあの運動を続けながら政権を取って民主主義を、破壊した、まあ、こういうあのヒトラー、ナチス の, あの経験を我々も学ぶべきだというふうにあの考えております。で具体的にあの周辺の住民、在日外国人に対してもにとってもですね、具体的なあの脅迫とか生命身体に対する害悪の告知とか、あるいは営業妨害、等があれば、これは刑事告発、告訴告発ができるわけですね。でそういう、ことを依頼をあのもしされる方がいたら、我々としてはそれを受けてですね、刑事告発を、していきたい。まあ、あのいろいろあのこの在特会の関係ではすでにそういう、刑事、処罰がなされているようですけど、まあ、こういうあの現行法でも十分できるあの対応があるということですね。それからあの先ほど私知らなかったんですけど、安田さんの話だと在特会が日弁連に人権救済の申し立てをしてきたということで、まあ、あの人権というのはあらゆる人に保障されているもので、まあ、在特会がそういう申し立てすることは、当然その、やっていいことなんですけど、まあ、人権救済を申し立てるならですね、他人の人権についてもですね、尊重し配慮するような、ことをよく考えて、もらいたいというふうにあの思っております。それから最近のこの傾向、先ほど国会議員の方が福島の方に対するですね、差別的な発言が目立っているということを指摘されましたけど、実は同じようなこの人種差別排外主義ではないんですけど、私は貧困問題に取り組んできている弁護士なんですけど、最近兵庫県の小野市でですね、生活保護受給者がパチンコをやってるのを見たら、市民が通報しなきゃいけない、
というようなとんでもない条例だと思いますけど、こういう条例ができるような状況になっている、しかも圧倒的多数でそれが成立しているということはですね、この在特会のこういう排外主義的なデモと同時にですね、日本の社会に やや嫌な雰囲気が漂ってきているな、やはりそれを乗り越えてですね、本当にちゃんと基本的人権が守られるような社会にしなきゃいけない、そういう極めて重要な時代に差し掛かってるんじゃないかと思っておりますので、そうであればますますですね、この問題っていうのは非常に重視して取り組まなきゃいけないなというふうに思っております。これからも私たち弁護士としては、弁護士の立場でですね、当然こういう排外主義的なデモでですね、被害を被った人の人権を守る活動をやると同時に、行き過ぎた、ヘイトスピーチ、については、徹底的にですね、戦っていきたいというふうに思っております。これから会場から何人かのお方にお話を伺おうと思っておりますけれども、それと先ほどの国会議員ですが、社民党の参議院議員の吉田忠智さんの代理の方も見えております。会場発言の前にですね、実は今日もう一人のスピーカー報告者を準備しておりました。2009年京都朝鮮第一初級学校が前在特会たちによって何度か襲われて、刑事裁判にもなり4人が逮捕されたんですかね。だから民事の裁判は今でも続いておりますけれども、その被害当事者のお母さんが今日この会場に京都から来てくださる予定になっておりました。しかし数日前に来れないというお返事をいただきました。その思いをですね、私は LINE で長い文章をいただきました。そこにこの在特会などの問題というのは非常に象徴的に現れていると思いますので、ご本人から読み上げることを承諾を得ましたので、徳永恵理さん、お願いいたします。それではお預かりいたしましたメッセージを代読させていただきます。この度は本当に申し訳ありません。軽い気持ちで引き受けたつもりはなかったのですが、やはり一番理解してほしい周りの人たちから今日全力で止められました。私たちは在特会からの襲撃を3度も体験したことで、相当な覚悟と苦い思いで告訴に踏み切りました。裁判原告として長い間いろんな場面で発言したり取材も受けました。その度今回のような選択と覚悟を何度となくずっと強いられてきたように思います。裁判に関しては原告として自分たちで確保して決めたことでしたので、しっかりと向き合いアピールもしてきました。その背景には多くの日本人の両親によって支えられて、信頼をコツコツと積み上げたからこそできたと本当に思っています。ですが今回のこの集会で発言することで新たな火種を生み、学校を、子どもたちを、私の大事な家族、友人やそれこそ小さなコミュニティたちを守りきれるかと迫られたとき、やはり答えは明白でした。考えの浅はかでした。裁判で証言したからといって世の中依然変わらず、凄惨な朝鮮人いじめが横行しています。私が自分の正義感で判断を誤れば、無防備でまだ傷ついていない私たちの大切な者たちをも危険にさらせかねないと思ったのです。だからといって逃げること、避けることを選択したのか、そうかもしれませんが、あえて守ることを選択したと振り返ります。先生も在特会と対することで大変な精神的な苦痛があろうかと思います。本当にその息苦しさは理解できます。それは私が在任したからです。この地が大好きですし、近所の日本の子どもたちの集う児童館の手伝いも楽しんでやったり、
社会の構成員として納税も果たし暮らしています。震災の報道に涙し胸を痛めたり、消費税の税率にはヒヤヒヤしたり、普通の感覚を持ち合わせているのです。言い訳がましくてすいません。私が学校の話をすることで学校に二度と被害が及ばない法的な結果を得られたとき、またこの思いをどこかで発信したいと思います。今日はご迷惑をおかけいたしました。以上、メッセージ代表させていただきました。こうした思いを抱えながら日々暮らしている方々が日本にはいっぱいいらっしゃるんだと、その一人の思いを率直に綴ってくださいました。会場からの発言ですが、前回の3月14日集会にも来てくださっていたんですが、発言の機会がなかったんですが、先ほど宇都宮先生からもオウムの話が出ましたが、江川翔子さんいらっしゃ、さっき、ああ、いるじゃない。江川さん、ちょっとこっち来て、なんか一般の人が映らないようにするためには、一般の方っていうのは申し訳ないですけど、映りたくないという方もいらっしゃるんで、ちょっと申し訳ない。私も前回も来て、いろんな方の話を伺ったんですけれども、私はその鈴木さん、この間来られた鈴木さんと同じように、フィリピンの、フィリピンから来られて一家で日本に住んでいらしたカルデロンさん の娘さんの学校に中学校ですね、在特会の人が押しかけたっていう、そういう話からこの、会の存在を知りました。ただあまりにもこのひどい、つまり子供のところまで行ってですね、その出てけ出てけとこういうふうにやるのが、あまりにもひどいのと、それからあまりにもその低次元に思えたのと、あまりにも見苦しいので、こんなことをする、人がいるんだってびっくりしながらですね、非常に例外的な特別変わった人たちの集団なんだろうというふうに思って、なるべく目を背けていたっていう感じなんですね。でもそうこうしているうちにだんだんこうやっていろんなことをやるようになってきて、しかも何かこの人たちがごく一部の特異な集団ではなくて、やっぱりそこにこう広がる、その人たちは焦点かもしれませんけど、こうずっとこう広がるものがあるような気がして、それがさっき津村先生もおっしゃった、なんかこう嫌な雰囲気ということなのかなというふうに思いました。でそういったものはやっぱりこう目を背けたりですね、あるいはくだらないとこうやって軽蔑することで、なんかこう自分の感覚を保っているということでいいのかなっていうのをこの間来てすごく感じました。でその後いろんな方たちがいろんなことをやりながら、これじゃいかんというふうに言い始めたっていうことは、やっぱりすごく大きな意味があることだと思います。ただそれだけじゃなくて、やっぱりその一般の人たちの感覚の中でこういうことはもう絶対ダメだよねっていうのを、やっぱりもっとこの裾野広く伝えていくにはどうするのかなっていうことが、これからやっぱり問われているのかもしれないなというふうに思います。その意味では今日安倍首相が、発言をされたということは非常に大きなことだと思うんですね。ですからこれをやっぱりマスコミはもちろんですけれども、やっぱりなんかこう伝える機会のある人たちはですね、これを目いっぱいやっぱり広く伝えなきゃいけないんじゃないかなと。さっきニュースでどれぐらい今速報で報じられてるのかなっていうふうに見たらですね、 Google ニュースで検索したら、なんか日刊スポーツかなんかが1社ぐらいしかその発言まだ報じてなかったみたいなんで、や
ぱりこれはぜひとも大きな見出しを立ててですね、首相もこういうふうに言ってるんだと、これはやっぱり許されてはならないし、大体その日本人としてみっともないよねと、かっこ悪いことだっていう、そういう感覚をやっぱり広く共有するために、私はやっぱりこれからも、その自分なりの発信を続けていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。次に在特会は皆さんご承知のように自分たちのことを行動する保守というふうに言っておりますけれども、そこにかつて一緒に連なり行動し、そこから抜けた方が来ていらっしゃいますので、ご本人の表現では切腹するつもりで発言をさせてくださいとおっしゃっておりましたが、ハンドルネームはお茶会さんで、名刺には在特会ウォッチャーと書かれておりますが、ちょっと映像はご遠慮ください。お願いできますか。音声は OK です。会場の皆様、はじめまして。まずはこのネットのうぞうむぞうの一つにしか過ぎない私にお時間を頂戴しましたこと、お礼申し上げます。またネット中継をご覧の方々、音声のみで誠に失礼いたします。私は主にツイッター上から在特会らをはじめとするいわゆるネットウェブの活動を開始、その模様を記録し、あるいは分析しておりますアカウント名ないしハンドルネームお茶会と申します。さて、先ほどのですね、有田先生のご紹介にもありました通り、私はこの場において皆様に告白せねばならないことがあります。それは在特会がネットウェブの活動を開始する他ならぬこの私自身がですね、かつて彼らと活動を共にした過去を持つものであるということです。しかしですね、申し訳ありませんが、今回非常に時間が限られておりますと判断しております、おりますので、ここに至るまでの各動機の部分についてのみ簡潔ではありますがお話しさせていただきたいと思います。はじめにですね、私が彼らの運動に関わった理由ですが、民主主義のもとにおいて、国民ないし市民がですね、意思表明の手段としてデモというもの、デモンストレーションを体験しておく必要があるとその当時は考えておりました。もっともですね、だからといっていわゆる左側のデモにはあまり魅力を感じませんで、当時ネットで注目されて、され始めていたですね、彼らの運動に興味を覚え、参加するに至った次第になります。次に、私が彼らの運動から身を引いた理由ですが、それは2009年12月、京都朝鮮学校での事件を契機としまして、あれを境にですね、一気に運動が激化しました。もう凄まじいばかりの負の情念がですね、デモ隊から発せられておりました。私はもう本当に飲み込まれそうで、非常に恐ろしい思いがいたしました。それに対して大変な危惧を覚えたことと、またですね、やはりその民主主義において、あのような京都朝鮮学校の事件は絶対許されない。断じて許されない。そう思ったことも、その理由の一つであります。続けてですね、私がなぜ彼らの行動を監視し記録するいわゆるウォッチャーに転じたかと申しますと、それは2010年4月の徳島県教祖の事件がありましたが、あの事件をですね、後日ネットで確認しまして、京都の事件と同じくですね、また越えてはならない一線を再び越えたかと。またその私は彼らにかかってしまった身の上が身ですから、やはりその心のどこかで責任を感じるわけです。実際私の知った顔があの中に何人かおります。一緒に食事をしたこともあります。そういった人たちがかなりおりました。いずれにせよですね、私はかなり早い段階で、彼らの運動と決別することができたわけですが、一方でおいてもこの集会で取り上げられておりますように、いまだに彼らの運動は続き、また過激さを増し、レイシズム、ヘイトスピーチが吹き荒れております。そしてその中にはですね、運動への疑問であったり迷い、そういったものを感じておられる方も
多数おるかと思います。そういった方々に私はぜひと申し上げたい。ただちにこのようなことはやめてくれと。こういったことは運動と全体で呼べない。実際その先日の大阪のデモでですね、これは口にするのもはばかれますが、在日の女性を見たら石を投げ、レイプし殺せと発言した男があります。彼とはかつて食事を共にしたこともある仲であります。私はあれを見た瞬間非常にショックを覚えました。それが吐きました。吐いてしまいました。私はその墓地をする中で実際その在日の人と交わらなくてはならないと思ったことがあり、実際在日の人とそのお付き合いさせていただくことが多々ありました。多々増えるようになりました。そして実際その在日女性というのはまだ知っているわけです。自分の知人の中にいるわけです。一方でそのかつて知っていた人間がその在日女性に対して危害を加えようとしているわけです。つまり知った人間が知った人間に対して危害を加えようとしている。これはもう実に耐え難いというか、もっともだからといって私の耐え難さがその実際に被害に遭われた方々、在日の方々の被害者感情に比べたら微塵も及ばぬことが分かっておるつもりですが、それで私はこういったことを何とかして止めたいと思っております。ただもう遅いかもしれませんけども、それをですね、私は今運動に参加している中で迷いを覚える方たち、そういった方々にはですね、一刻も早くですね、この運動から身を引いていただいて、間違いに気づいてほしい。そしてこのようなことがですね、今後日本から一切なくなることを切に願うものであります。大変拙い話でありましたが、私からは以上であります。ご清聴ありがとうございました。春巡のある中で、関西地方から小沢さん来ていただきました。で次に作家の中澤圭さん、お茶会さんの迫力の後にちょっとのんきな話をさせていただいて、申し訳ないんですけど、被害者について具体的にお話しさせていただきたいと思います。最初安田さんのお話でこの騒動には被害者があるんだってこういうことをおっしゃってました。で、まあ第一の被害者は私です。8月にイ・ミョンバク大統領が竹島に上陸した時の背景事情をきちんと報道してほしいという新聞に関するコラムを書きました。この時ね、私38年原稿を書いてるんですが、こんなに怖かったことはありません。今日皆さんの前に出て映像で顔を見せて喋るのはそれに比べたら本当に楽です。何が起こるかわからない怖さ。かつて右翼団体は、ある団体はこれ確か背景がなくて単独の右翼の人だったと思いますが、バキュームカーで家に乗り付けて汚物を撒いたという事件が20年ほど前にあったんですが、それでも困るしなとか思いました。で、非常にあの時は孤独で怖かったんですが、皆さんがこうして声を上げてくださったおかげで、私は画面の前に出て喋れるようになりました。で、どういうわけか私18歳で新人賞を取ったという経歴がネット上にたくさん出てまして、ネット右翼の皆さんが私のこと20歳と間違えてくれたのでだいぶ楽だったのでありますよ。すいません、おばさんでごめんなさい。それでもう一つ被害者、おばさんです。しわき隊のお話が出てましたが、新大久保で韓流スターのブロマイド等を買ってるおばさんを捕まえて、この売国奴って罵り上げたというのは8月の出来事です。笑っていますが、このことで日韓の間ではかなり経済的打撃が起こっているはずです。韓国側ではすでにその打撃についての暴動が起こってあります。日本側でもおそらく韓国人の皆さん、中国人の皆さんが観光に来てた観光地では打撃があるんでしょうけども、この問題と結びつけて考えようとしてないのかもしれません。少なくとも
あの新大久保でブロマイドを楽しく買ってた人はあのこれ言われることによってその楽しく発見したスターを見失ってしまうわけですし、大事なんです。言論の自由ってこういうこと言うんです。私韓流スターが好きなんだ、チャンドンゴンが見たいぞ、これ言論の自由でしょ。これを売国奴って脅しつけて黙らせたのは排外主義者たちです。被害者は韓流スターの魅力に気がついた日本の女性と言ってもいいと思います。でこの人たちが出てきてくれたおかげで、私韓国に行った時に韓国の人たちの感情が非常に和らいだっていうのを実際に体験してるんです。それはそうでしょ、キーセン観光に行くおじさん来るより、あなたの国のスターかっこいいねっておばさんが来てくれた方が嬉しいに決まってんだから。でこうやってやってきた努力を水の泡にしたのもこの排外主義のデモだと思ってものすごく怒ってます。さらに怒ってることを言えば、今やめたんですけど、キムチにうんこが入ってるって言い回った時代がありまして、私は自分のつけたキムチにうんこが入ってるなら知ってるけども、箸出すときに入ってるかもしれないなってちょっと思うんですよ。笑い事じゃなくてこの打撃はでかいです。今なんて言ってるか、彼はキムチにノロウイルスが入ってますって怒鳴って歩いてます。これは人間の食物に対する冒涜であり、人間の食物そのものに対する呪いをかけてるという社交なんですよ。で、あの安田さんの話にあった都知事の、まあ、そのそういうことを言って歩く人たちは仕事をして体を鍛えて勉強すればいいんだ、大いに同感いたしますが、行政の長としてはそういうそういう人たちを差別の発言をしていただきたくなかった、むしろ非難する発言をするべきだ。下げすむのと非難は全く違う行為です。非難というのはこの社会の秩序を守るためにやむを得ず発言する政治的見識なんだと思います。その政治的見識を発言できずにその対象者を下げすむと何事であるかと、都民だろうそいつらもと思うんです私ね。それから鶴橋の方も縁がございまして、何回かカウンターデモも行ってますし、カウンターが始まる前ひどい凱旋が行われたところも目撃しております。でまあそのいろいろ大阪と東京と事情が違うことございますが、どちらにも被害者がいるんです。ネットの中で加害者だけが発言して、見たくない人はそこ行かなければいいという状態はもうすでに何ヶ月か前、何年か前に終わったんです。天下の行動で人が食べるものを汚され、人が存在を汚され、人が自分の命を汚されてるんだっていうことをどうか政治的な見識を持って見ていただきたいと思います。私はどっちかっていうとただのおばさんですから、私のつけたキムチ気持ち悪くならないして戻してよと思うんだけども、しかし食べ物に対する呪いというのはこれ人間の生命の根源に関わることですからね。でまあそういう気持ちで今います。で実を言うとちょっと余計なこと一言言うと、ヘイトスピーチっていうと殺すとか首くくれとか火つけろとかってそういう、まあ、分かりやすい本がよく紹介されるんですけど、私は聞いてて一番衝撃で嫌だったのは先ほどの大野先生のお話にありました、映る汚いゴキブリなんですよ、あるいはサインですよ。これね、小学校の時のいじめの言葉なんです。で小学校でそういういじめが蔓延した時に、あるとこまではじっと見てこの子供同士で解決してなかったことになっていくっていうふうに見てるのは大人の知恵だと思うんですが、あるところで言ったらこのクソババアと思われても教員が介入せざるを得ない、そのタイミングをしちゃうとやっぱりこうその自殺をする子どもとか、まあ、一生傷を子どもとか出してしまうわけですね。同じことが社会にも言えると思うんですよ。やっぱり社会的な出来事として彼らの行動が非難されてしかるべきだっていうタイミングっていうのが絶対あるんだと思います。私それ去年の夏だと思いましたが、今こうして皆さんがお集まりいただいてさまざまな方のお知恵を拝借して、私たちが日本の社会が戦後60年かかって作ってきたこの多様な人々が穏やかに暮らせる社会というのを守りたいんだという気持ちを表明していただけたのは
大変ありがたいと思っています。それから在徳系と我々呼んでますけど、納豆とか在徳とか呼び方どうでもいいんですけど、彼らも蔑まれるべき存在ではないんですよ。彼ら非難されるべき存在なんですよ。その違いっていうのをぜひぜひ皆さんにお考えいただきたいというふうに願っております。どうも長々となりまして失礼しました。ありがとうございました。3月14日前回の集会にも来てくださっていたんですが、発言する機会がなかったものですから、今日お願いできればと思うんですが、一橋大学の田中先生はいらっしゃいますよね。突然で申し訳ありませんが。すみません、突然で、ですけど、まあ、私が一つどなたもおっしゃらなかったことで申し上げたいなと思うのは、で朝鮮学校差別の問題をずっと取り組んでるんですが、今度の例えば安倍政権が朝鮮学校をはらからこう無償化の対象にしない、それからオリンピックを招致するって一生懸命燃えてる猪瀬東京都知事が、まあ、石原さんから継いで27ある外国人学校東京都内にある10校の朝鮮学校だけ補助金を出さない、こういうことが一番今日問題になっているような活動を応援してる、激励してる、そこのところが一番大事じゃないかと思うんですね。朝鮮学校差別っていうのはある意味では日本における差別の原点のようなところがあって、ただ公なところが率先してやるというのはちょっと最近の新しい動きで、それにすごく彼らが励まされてるっていうことを安倍さんは知ってほしいなっていう、そのことだけ申し上げます。すいません。突然ですが、鈴木さん、前回も話していただきましたが、僕、これはもう言論じゃないとか、言論の暴力だという気持ちは分かります。で、僕らも昔そういうふうに思ってました。例えば天皇に対する、やっぱり総合とか、そういうものはもう言論じゃないとか、これはただの暴力だ、あるいは便所の落書きだと、そう思ってました。だから、それはもう普通の人が消せばいいと思ってまして、消しました。それで何回も逮捕されました。ですから、やっぱりその言論の暴力というのと暴力とは全然違います。僕はどんな言論でも、すべて無制限に自由にすべきだと思って、またどんなデモでも全て無制限に自由にすべきだと思っています。それに対してこれはやめさせろ、これはどうだと警察にお願いするのは間違っていると思います。それが違うならばやっぱり我々が反対するデモをやりましょうよ。この前ここで集会やって、その後アイザさんを含めて、プラカード隊だとかいろんな形でそのデモに反対する人たちが集まりました。で、デモの倍、3倍の人たちが集まりました。それで声を上げたんだと思います。ですから失礼ながらこういう集会をいくらやっても仕方がないです。それよりはやはり我々がデモをやりましょう。それで言論、それでその差別反対、排外主義反対のデモをやりましょう。それでしか僕はその解決できないと思います。排外主義や世界のこれはもう暴力、言論じゃないと、そういうのでその警察に規制してもらうならば、はっきり言って僕らのような右翼のデモも規制されます。それまた政府に対する、これは政府に対する 反対じゃないかと、そういうことでも規制されます。あるいは自民党が憲法を改正して、今期国会に対する敬意を持てというのを出したらば、その広がる反対と、それだけでも逮捕されるかもしれません。そういうのは危ない話だと思います。それでまたここにいる人たちはみんな自分の持ち場で戦っていきましょう。その、安田さんが言ってましたけれども、在特会の人たちが自分たちは、権利を侵害されていると言って、その日弁連に、助けを求めているならば、日弁連が受けてやればいいじゃないですか。それで
法廷で戦ったらいいじゃないですか。それから、このデモは公安警察がはっきり言ってやらせる部分は随分あります。でそれに対してその思い余って誰かが出て行ってそれでなんか乱闘になるかもしれない、そういうのを待っているところがあるんです。警察は何もなかったら警察もいらないわけですから、やっぱりなんか小さなトラブルがあってほしいと思っているんです。そういう意味でこのぐらいいいだろうと。それがまた我々の心の中にもその、竹島や尖閣やいろんな問題を解決できない政治家に対する、不満があります。でそういうだからそのまあああいうても不思議だけどもあのぐらい仕方がないやと思っている人たちもいっぱいいるわけですよ。ですからそれは政治家の罪でもあります。政治家が出しがないからああいうでもやられてるんだと。だから自分たちがもっと戦おうとそういう意見を持たなくちゃいけない。それまた警察がやらせてるならばそういう警察を国会に呼べばいいじゃないですか。それでその警備のあり方やデモのあり方を問えばいいじゃないですか。でまた我々一般人はそれに対して反対するデモをやりましょう。それでまた排外主義や民族主義は何なのか、そのよう、話し合う場を作らなくちゃいけないと思います。一緒に戦っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。時間がだんだん迫ってくるんですが、突然指名をして申し訳ない思いがあるんですが、なんかあの前から、皆さん拝見してるといつも新大久保の現場にいらっしゃる松田浩一さん、なんか引いたそうな雰囲気だったんで、どうですか？助けて。なんか引いたせいとかないんですか？いや、じゃ あの新大久保っていうか界隈のもう専門家でもあります。専門家というか、あの芝北研究家って言われてまして、観察に行ってるだけなんですけども、今、まあ、大体隔週で日曜日潰れてます。それ以外にも、まあ、みんなでミーティングやったりもしてるんで相当時間が潰れてまして、時間返してくれって感じもあるわけですけども、最近凝ってるのが一本釣りというちょっと大きしたお遊びで、彼らの中からちょっと引っ張ってきて説教したりしてます。で、この辺は安田さんもご存知かと思いますが、彼らどういう人たちかっていうのを簡単にあの一言で言うと実はすごく難しいんですね。 あるイメージでみんなあの何かあると思うんだけど、一人の人間見ると唯一の多分共通点って弱さだと思うんですよね。どこかにあの弱さを抱えてます。で、だからあのデモを見て個人を見るとちょっとそこのギャップに驚くことが多くて、まあ我々が突き込むのはその弱さなんですけども、でもそれは同時にやっぱり我々自身が持ってたりもするものだし、本当に近くにいる弱い人たち、クラスにいた弱いやつがそこにいたりします。それはインターネットの力でわずかその、排外主義的なレイシズム的なあの共通項で集まってるに過ぎない、ものすごく弱い団体も実は弱いんですね。なので、これはかつての例えば財布団体だとか労働組合だとかとは全く違う出来方をしています。瞬間集まるだけなのでメンバーに聞いても他のメンバーの例えば電話番号も知らなかったりしますというぐらいに実は組織はすごく弱くて、だからあの見ると宗教団体だとかカルトみたいに見えるかもしれないけども組織は非常に弱くて、人間もすごく弱いです。じゃあどうすればいいかって鈴木さんが言ったみたいにあらゆる方法で彼を叱ることだったりするんだと思います。でインターネットであのそれをやると多分ほとんどここら辺の人たちはみんな罵倒されてると思います。でもそれは実はいいことで、多くの たくさんの人たちが彼らの前に出ていけば分散します。今まで一部の人たちに言ってたあの暴力がみんなに分散します。つまり、新大久保の町にも今の10倍集まれば拡散するわけです。彼らは非常に弱いですから、まあ、時間はかかるかもしれないけども、新大久保に集まること、それからインターネットで彼らに対抗すること、もしも近くにいたら説教することを続ければ必ず彼らはあのいなくなると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。先ほど新大久保は5月12日12日ですね。あの時間早まったんですね。午前11時半あだったかな。あの検索すると彼らは使います。あの時間も迫ってまいりましたので、あの発言していただきたい方多々いらっしゃるんですけれども、あのここで今残っている国会議員3人、田代さん、徳永さん、小西さん、それぞれ、一言お話をお願いいたします。
皆さんこんにちは、お疲れ様です。ご紹介いただきました民主党参議院議員、民主党参議院議員の田代です。よろしくお願いいたします。売国奴と言われ始めました。なんと言われようが、私はこのヘイトスピーチを許さない、亡くなるまで戦う、そのつもりでおります。ただ今日いろいろ議論になりましたけども、結論から言うと、立法府に身を置く立場としては、法的規制というものをその手段を放棄しようとは思いませんが、現時点で私は法制化はまだまだすべきでないというふうに思っております。憲法改正といういろいろなこれからの政治課題との関係、あるいは実際のデモの警察が規制していくその姿勢、彼らよりもヘイトスピーチを批判する側をですね、規制する側面の方が強い、そういうような状況を見たときに、規制する法律ができてもおそらく拡大解釈をしてですね、権力を持っている人たちの力が強まるだけ、現状を見るとそのような運営が目に浮かぶように、私の脳裏に浮かびますので、ね、そういう意味で、その批判する側の盛り上がり、こういうものに期待をするし、私もその一員としてですね、今5月12日ですかね、あるというふうなことでしたから、そういうところにも身を置きながらですね、市民の力で、こういうものをなくしていくというものがですね、やはり一番民主的なのではないかと思われますので、現時点では法制化ということはしない中で、しっかりとなくしていく方で頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。皆様お疲れ様でございます。民主党参議院議員、北海道の福永英と申します。本当にこの問題について多くの方々が問題意識を持ってご集まりいただいていることを心から敬意を表しますし、みんな力を合わせてしっかりといい方向に向けていかなければいけないなということを今日改めて感じさせていただきました。1回目の集会に出ましてから私の事務所にも本当に仕事にならないぐらい電話がかかってきます。先日ちょっと予算委員会で発言をいたしまして、その件でも初めて炎上という経験をさせていただきました。私もメディアの仕事をしておりましたので、子どもたちのいじめの問題等々をずっと取材してまいりまして、ネットいじめに関しても相当問題意識を持って取材してきたんですが、実際に自分が当事者になっておりまして、こんなに苦しいことだということを初めて経験をいたしました。そして当たり前のことが本当に通じない世の中になってしまったんだなということを大変に私は悲しく思っております。私は反日議員ではありません。日本の国を本当に愛しています。そして子どもたちの未来を本当に輝けるものにしたいと心からそう思っています。過去や現在にも責任がありますけれども、今私たち大人は未来に生きる若者たちにとって責任があるんです。責任を持った判断行動しなければいけない。私がいつも考えているのはそれだけであります。韓国や中国とも未来があります。新しい未来を作っていかなければならない。そのきっかけを作っていくのは私たちだと思っています。ですから先ほどもいろいろ皆さんからお話がありましたけれども、なんだか私はとても怖いんです。いろんなことが動いています。そしてそこにつながっているものは全て共通しているような、そんな気がして仕方がありません。ですから黙っていられないです。今一番ダメなのは傍観すること、そして評論家であることだと思います。どんなことでもいい、嫌だと思ったりいけないと思ったり止めなきゃいけないと思ったら、それぞれの方法で動くべきだと思います。私はどんなに厳しい状況に置かれてもその運動を続けていきたいと思います。私は変わりません。ずっと変わるつもりはありません。そして今日ここに有田さん、田代さん、私、そして小西議員、4人座っておりますけれども、私たちは2010年当選組の同期であります。
呼びかけ人の中にも私たちの同期の仲間がたくさんいます。12人しか当選しませんでした。13人だったんですけど1人違うところに行きました。12人であります。でも私たちは本当にみんなの平和を望んでいますし、支え合う社会にしていきたいと思ってますし、いつもいろんな議論をしながら共に助け合って仕事をさせていただいております。これからもこの関係はしっかり続けていきたいと思いますし、皆さんのお力にもなれるように、また皆さんにもお力になっていただきながら、いい国を作っていきましょう。平和な国を作っていきましょう。そしてみんなが対立することなく仲良く付き合っていけるような、そんな日本の国を目指していきたいと心から私は願っています。どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。参議院議員の小西洋之と申します。私このヘイトスピーチの問題、現場にまだ伺ったことはございませんで、報道で その映像ですとか、あるいはその尊敬する同じ参議院議員の仲間から教えてもらったことでございます。でただ私は国会議員としてこういう問題は決して看過はできない、決してこういうことは放置するわけにはいかないという思いで今日出席をさせていただきました。先にご報告があったようでございますけど、実は私予算委員会に先ほど5時過ぎまで入っておりまして、試算を大変失礼いたしました。そこで民主党の鈴木寛議員が安倍総理に対してこの問題についてどう考えるか、また総理は自身のFacebook を100万人くらいですかアクセスがあるとしても Facebook をお持ちだということで、そこでぜひ総理としてこの問題について見解をしっかり出してほしいというような質疑がございました。その中で安倍総理の答弁で、ちょっと正確でないのでちょっと引用は控えて確認報道の方は確認していただきたいんですけれども、安倍総理がその日本はその寛容の国であり和の国であり、あともう一つ言葉を総理おっしゃったんですけれども、寛容の国はであり和の国であるので、こういうことは遺憾であるというような趣旨のことをおっしゃったんですけれども、ここで総理やあるいはその特定の党派に批判をするつもりは一切ございませんけれども、これは寛容とか和とかいう問題ではなくて、今日は資料を配りもいただいておりますけれども、日本国憲法の趣旨に反し、またその国際的なそのですね、国際法の趣旨にも反する、残念ながらその市民社会において決して統治感覚ができない問題であろうというふうに考えているところでございます。かつて、太平洋戦争の時にそのアメリカにいたその日系人がそのドイツ系のアメリカ人、あるいはイタリア系のアメリカ人はそうした差別を受けなかったのに、日系のアメリカ人のみがその財産を奪われ、あらゆる自由を奪われて、というような歴史ということを我々は知っている、またアメリカ市民もそういうことを深く知っているわけでございます。こうしたその特定のその、レイシズムに基づいたその行動というものを社会の中で放置することは、それは社会においていろんな悪い影響を広げていくであろうと、そういうことを我々はいろんな日本のかつての歴史、あるいはその国際的な世界の歴史の中から知っているということであろうかと思います。最後鈴木先生がそれぞれの持ち場で戦うべきであるというふうにおっしゃっていただきまして、私も同じ思いでございまして、こうしたことを規制する法律が特定の国に一部の国にあるということは私も実は知ってはいるんですけれども、直ちにそうしたことを国会でやるかどうかについては、少し私も地に足のついた、申し訳ございません、まだ国会が地に足のついた議論ができていませんので必要であろうかと思います。ただこうした問題を社会で放置することなく、それにために国会議員として果たすべき役割、今日の鈴木先生が国会取り上げたようなああいう活動を我々はしっかり行うことができますので、そうした活動は信念を持って取り組ませていただきたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。長時間どうもありがとうございました。今日は250人近い方々の参加をいただきました。メディアの方々も40人を超えまして、最後まで映像で記録をしてくださっている一つは韓国からいらした SBS さんですよ。後ろで見て記録をされております。これからもこういう取り組みをせざるを得ないという状況を一刻も早く克服していかなければいけないと思います。鈴木さんなどからもいろんなご提案がありましたけれども、
今後私たち国会議員の一人一人として責任を持って、適宜必要なことは皆様方に提案をしていきたいと思いますので、その時にはまたご協力いただける方にはお願いをければというふうに思います。今日は4人の方々わざわざありがとうございました。そして全国の方々も今日もありがとうございました。今日もありがとうございます。これで終わります。ご来場いただきましてありがとうございます。いつもこの会場の中で帰りにビラとかいろんなの